皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のキッチンオーケストラのスタジオ収録バージョンについてですね。作詞は坂田治お兄さん、作曲は堀井さんとなっていますね。この曲は私としては大輔お兄さんと匠お姉さんのイメージが強いんですが、皆さんはいかがですか？この歌自体とても可愛い曲ですよね。そしてオーケストラの感じのかっこいいところも出ています。そして子供たちが好きな料理や楽しい音がたくさん織り交ぜていて、坂田治お兄さんは天才なのかって思ってしまうような曲ですよね。皆さんはどう感じるでしょうか？はい、今日はお母さんと一緒のキッチンオーケストラのスタジオ収録バージョンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。